はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、トニーです。今回はですね、ドラゴンクエストウォークの方やっていこうと思います。来ましたね、ロトの装備が、伝説の勇者の装備が引けるらしいですね。はい、じゃあ早速ね、やりたいんですが、いや本当はですね、本当はね、この外貨のヘルムがレベル25までいったんで、この強さをね、ちょっと皆さんにね、伝えようかなって思ってたんですよ、本当は。まあ、ついでなんで伝えるんですけど、オフス。守備力がプラス43で、そのスキルがですね、まあこんな感じ、麻痺耐性とか、獣耐性とか、まあいろいろ耐性あるんですけども、器用さも上がるんですね。そう、ただ混乱の耐性だけは、なさそうですね。はい、まあ、こんな感じですね。あ、外さない、外さないよ。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あー。オッケーオッケー。はい、ってことで、今回は、回していきたいと思いますよ。ロトの装備ですからね、これ。ギガスラッシュですからね、これ、星ドラでもかなり強かったですからね、ギガスラッシュ。手が震えてる。オッケーオッケー、カモン。わ、来たよ。これから星になってくれたらいい。星じゃない。虹色になってくれたらいい。でもしょうもない。おー、来た、ほら、来た、来た。はい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 、かっこいいかっこいい。はいはいはい、いいよ。ドアーッ。あー、嬉しいよ。あー、嬉しいよ。嬉しい。これ全然クソじゃない。このゲームは闇とか言われてるかもしれないよ、ドラクエのね、闇じゃない、全然闇じゃない。当たったもんだって、当たったもんありがとうありがとう、ロト当たりましたね、皆さんありがとうございます。でも限界突破しないとやっぱりね、最強とは言えないんでね。これまた全部解放するのにどれぐらいいるんだろう、ちょっとわかんないけど、まず一つ上げるためには、限界突破するためにはもう一本いるんですよね。で、二回目限界突破するには二本とか必要なんかな、ちょっとまだわかんないけど、もう十分ですね、今回はこれで。はい、ではですね、ちょっと先ほどは取り乱してしまいましたけど、とりあえずですね、ロトの装備を、はい、あ、もういきなり37もあるんだね。装備して、今できる限りの強化をね、施していきたいと思います。でね、ちょっとテンション上がりすぎてですね、カメラの方の電源が落ちてることについさっき気づきました。とりあえずですね、ロトをマックスまで、今レベル30ですね。うん、区切りがいい。で、レベル30の時点では攻撃力がプラス99。いいんじゃない。稲妻斬り、ドラゴン斬り、渾身斬り、サミダレ斬り、ギガスラッシュ。今後はどういうあれが増えていくのかな、ちょっとそれも気になるよね。ギガスラッシュはレベル30で習得できると。ほんで、レベル35で竜王へのダメージプラス 30% だって、すごいな。いや、いいんじゃない？いいんじゃないの？まあ、こんな感じですね、スキル。はい、ということで、これからも、このドラゴンクエストウォークの方を楽しんでいきましょう。今回は、いつも先輩と2人でやってるんですけど、1人で、まあ、お仕事の都合上とかで、僕今、一人でやってますね。はい、普段は隣に先輩おったりするんですけど、今回は一人です。今後もね、ドラクエウォークのね、素晴らしい楽しみ方とかね、あげたいんでね、いろいろあげていきたいんで、これからもよろしくお願いします。もし楽しいと感じたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、他にもドラクエビルダーズだとかいろいろやってるんで、そっちの方もチェックよろしくお願いします。そんなもんかな。それではご視聴ありがとうございました。トニーでした。またね。